ナマステ、ムハトマガンディです。今日はね、月末編ということでね、底辺虫のね、第3弾たこ焼きをね作っていくあるよ。完璧。それじゃあね、材料はね、こんなとこかな、こんなとこかな。でね、たこ焼きはね、高い。タコがそもそも、あのね、1キロで、ちょっと待って、俺小麦ってどれだけ入れんだっけ、忘れちったわ。あれ小麦って、小麦わかんない、どれくらい入れていいのか。忘れちったわ、久しぶりに作るから。ちょっと、こんなもんでいっかな、もうちょいかな。小麦のね、小麦ケチるとほんとね、困るよ。で、薄力粉じゃないと、強力粉だとね、なんつうの、グルテンつうの、なんかでんぷん、よくわかんないけどさ、なんかね、悪さしてね、パリパリ、トロフワみたいにね、ならないからね。で、まあ、これくらいかな、わかんない。フィーリング、フィーリングだよ。ね。で、だしを入れて、このだしね、かなり大事。だしが、でも、って感じ。だしが、もうっていう感じで入れてください。で、鶏だし入れてもいいよ。でもね、これだけでいいや。で、水少し入れて、溶かす。これなんでこの容器使うかっていうと、もう決まってるわけ、このね、玉にね、玉にどれだけ入るかっていうのが決まってるから、これね、メモリ付きのやつを、買うとね、すごいやりやすい。メモリ付きね。そうすればどこまで入れればどれくらい作れるかっていうのがわかるから、そういうことで、適当に玉を溶かしたらね、ちょっと誰か溶かしててくんないかな。溶かしたら、あー準備悪い。卵を入れてくんだけど、ああ、もったいないな。この10秒、20秒がさ、動画の画質変わるんだよね。もったいない。今の時間さ、長話してればよかったんだけどさ、長話に回せたのにさ、もったいない。ね、こう、ちゃんとね、動画を撮るときは必ず、準備をしてから、やるようにしてください。ね。それによって画質も変わってきますからね。しっかりここは溶かしてください。で、ここにニラね。ニラがね、効くんですよ。お好み焼きにニラって入れるもんなのかどうか知んないけど、僕は入れてますね。ニラがね、やっぱ国産のニラだよ。全然香りが違う。国産のニラ買ってくださいね、みんな。国粋主義者のみんなね、僕のみんなファンはね、あ、ちょっとネギ入れすぎた。みんな国粋主義者のね、ネトウヤだと思いますけど、僕と一緒のね、で入れます。で、ここでね、桜エビ入れてもいいけど、後で入れた方がいいかな。で、決まった量を入れます。もう僕忘れちゃったんだけど、ちょっと入れすぎたかもしれない。あ、入れすぎたこれ。俺さ、もう覚えてないわ。500だったかな ?600 入れちゃったわ。やりすぎたかもしれない俺。やばい、ちょっとやりちんだこれ、やりすぎたこれ。で、種は完成。それじゃあね、実際焼いていこうかなと思います。で、まあ真ん中に油を垂らして、で、油引き、100円ショップとかでも売ってるけど、ティッシュペーパー使ってください。あのね、いちいち油引きを買って洗うなんていうね、そういうめんどくさいことはしません。ね、ティッシュペーパー使ってください。トイレットペーパーだと溶けちゃうから、ティッシュペーパー使ってください。で、こうやって、油を引いたら、天の神様の
言う通りとね、こうやっていきます。ね、こうやってね、油をいってきます。贅沢にね、ケチ、ここでケチっちゃうとダメです。でね、種にね、みんなケチって卵入れないとかやっちゃうとダメ。卵入れないとね、くっついちゃって落ちないから、どんなに油を引いたところで小麦だけだとね、絶対にくっついちゃって回んなくなるから、卵はケチんないでください。まあ、でもとにかく卵入ってれば大丈夫。 S でもね、いいかな、 S でも。まあ、でも卵は入ってれば入ってるだけ回しやすくなりますね。回していくかってね。で、まあ、そんな温まるのを待たないって、もう、あ、ちょっと待って、俺全然火入れてなかったわ。もう、全然火入れてなかった。で、まあ、さっきも言ったかもしんないけど、タコは、1キロ、まあ、内容量1キロ、水も含まれてるかもしんないけど、まあ、1キロ、1200円。だからちょっとね、高い。うん。普通のね、まあ、ベーコンよりちょっと高いし、普通の生肉よりも、高い。国産牛肉の安いやつくらいするから、まあほどほどにね、タコ焼きは、うん、で、そんな温まるのを待たないで入れちゃっていいです。で、俺ちょっとこれね、入れすぎたかもしんない。それちょっと多いわ。絶対多いわこれ。そもそもネギが多かったな。多すぎた。どうしよう。これ絶対多いわ。これ知ってる俺。で、タコを一つの穴に対して一匹。一匹？一匹？まあわかんないけど、入れてきますね。こうやって入れてきます。あー、そこそこみたいな、あす、あーすみたいな感じね。入れてきます。冷たい、冷たい。なんか氷の塊になってるんだけど、冷たい冷たい冷たい。で、入れたところで、これとりあえずね、弱火にします。なんでかっていうとね、表面だけ焦げちゃうんだよね、うん、あ、だから弱火で、うん、焦らずね、ゆっくりいきます。で、ここに、ここに天かす、冷たい天かす、天かすと、あー、もうなんかひどい。天かすと、あと桜エビね。で、桜エビはね、なかなか使う機会がないからね、どんどん臭くなる一方、なんかね、ザリガニの餌みたいなね、匂いになってくわ。金魚の餌とか、そういう匂いがする。あとは、熱帯魚の、でかい熱帯魚飼ってる人に分かりやすく言うと、クリルみたいな匂いがする。当たり前なんだけどさ。当たり前なんだけど、クリルみたいな匂いがするわ。わかる？昔ね、僕ね、ブラックバスね、家の水槽で飼ってた時にね、クリルよく食わしてたわ。うん。そういう話はね、いいんですけど。さ、
ということでね。まあ、で、温めてる間に。まあ、で、まあ、ちょっと中火にして、これ編集大変だな、たこ焼きの動画は。で、この間に、タコたちを片付けます。すんごいクリルの匂いがする。すごい臭い。で、千枚同士で。まだかな？でね、このね、IH のね、良くないところはね、ほんとね、ムラができちゃうの、この。真ん中の穴は、全然いけるんだけど、外のね、ちょっと強火。外の穴がね、全然火が通らないの。だから、IH でね、IH 対応のやつ買う人は、でかいやつ買う必要ない。ちょ、これ失敗だったわ。でかいやつじゃなくてね、小さいの買ってください。それじゃあね、食べていきましょうかね。なんだっけ、たこ焼き。あ、たこ焼きね、僕ねソースかけません。もう下味でね十分ついてますから。ニラとさ、ネギの甘み、タコの食感、タコの香り、うん。あ、でエビで、桜エビの香りもする。うん。ソースはね、かけない方がいい。ソースかけないで食った方が全然味わかる。うん。僕ね、基本的にね、とんかつとかも、コロッケとかも、ソースかけない。ソースかけたらさ、ソースの味しかしない、味しかしないとか、ソースがさ、邪魔するじゃん。すいません。うん。贅沢。イカでもいいよ。
あのね、シーフードミックスをね、あの、タコが高いの。1キロ1200円するから、シーフードミックスの方がね、だいたい1キロ1000円、あるいはそれより安い値段で買えるから、シーフードミックス入れてみたんだけど、エビとか、あと、ほら、アサリとか、イカとか入ってるけど、エビは小さすぎて、ダメ。で、特にあんまエビの味がそこまでしない。で、アサリは、ちょっと臭く感じる。こういう状態にすると。でね、イカはね、うまい。食感もいいし、イカの香りがするしね。だからもし、タコの香りで探すのであれば、イカ。で、でかいエビ買えるんだったら、エビでもいいかな。うん、まあ、でもタコが一番うまい。うん。